アレクサンドル・エプレアヌは、モルドバ・キシナウ出身の同国代表サッカー選手。スユペル・リーグ、イスタンブール・バシャク・シェヒル・ FK 所属。ポジションはディフェンダー、または、守備的ミッドフィールダー。16歳から、母国の FC ・ジンブル・キシナウ、FC ・シェリフ・ティラスポリーといったクラブでキャリアを積み、リーグ優勝を3回、カップ優勝を2回経験した。 2005から 06UEFA チャンピオンズリーグ予選では、マルタのスリマワンダラーズ FC 戦で2得点を挙げている。2007年からロシアへ渡り、FK モスクワに入団。2010年より FC ディナモモスクワに所属。ロシアでの活躍により、2007年から2009年まで3年連続で、モルドバ最優秀選手に輝いたが、2011、12シーズンでは、 主力選手の影に隠れ14試合の出場に止まった。2012年7月14日、クリリア・ソベトフ・サマーラに半年間のレンタル移籍をした。モルドバ代表には2006年から招集され、2010、FIFA ワールドカップ予選ではグループリーグ9試合に出場した。2010年に行われた親善試合では首相を務めている。ありがとうございます。